はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。リログです。私たちは沖縄の ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートにいます。すごいね、後ろすごい。というわけで今日はまずはがっつり朝ごはんを食べてからいろいろ遊び倒します。おはようございます。おはようございます。はい、ありがとうございます。ではでは、バイキングなので何があるかを見てみましょう。サラダと、いろんなチーズとハム、甘いもの、パンケーキとワッフル、フルーツいっぱいいっぱい。何これ、へえ、なんか面白い色の。美味しいな。卵と、いろいろ卵と卵と卵と、以上。ありました。種類がすごいね。豊富だよ。うん。エッグベネディクトね。エッグベネディクト、うまっ。美味しい。あ。ちなみに今日はここのアクアベルっていうところで朝食食べてるんだけど、このホテルのラウンジで朝食を食べてる動画もあるので、ぜひそっちもねチェックしてみてください。前回ラウンジで食べた朝ごはんは、うん、メニューから注文する形なので、うん、高級感があって、うん、だけどこれを今日食べたら種類が半端ないから。確かに。もう全然これで満足できると。さっきよく分かんなかったムースみたいなやつは、これシークワーサー味の。これシークワーサーじゃないよ、絶対に色的に。でもシークワーサーって書いてあったよ。いや絶対に違うか。ドラゴンフルーツかな。なんだろう。ドラゴンフルーツでしょ。間違えました、厳しい女です。じゃあどういう感じ。シークワーサー。なわけない。もう頭がシークワーサーだから。うんうん。美味しかった。お腹いっぱい。食べ過ぎた。この後アクティビティあるのに食べ過ぎた。はい、ごちそうさまでした。雨です。雨が降ってきました。あいにくの天気です。今からは美ら海水族館を見に行きます。ちょっと車で美ら海水族館の方まで行きたいと思います。雨です。猛烈な雨です。今日朝起きて天気予報見たら曇りだったけど、ずっと雨だよ。ドライブできるからいいんですけど。やだー、もうゲレンデちゃんで。美ら海水族館着きました。このやつらが好き。めっちゃ可愛くない？すごっ。2匹。そう、2匹いるね。昔3匹だったよ。はい、ということで今水族館のところ出てきました。割とささっと終わりました。やっぱジンベエザメが見どころなんだけど、で今ちょっと外出てきたら晴れ。快晴になってる。ウミガメちゃん、ここがウミガメちゃん。めっちゃ明るい。めっちゃ眩しい。あと1時間後からイルカショーあるんだけど、ちょっとスケジュール的にそこまで待ってられないので。私たちはぎゅうぎゅうだよ、スケジュールを。今からはちょっとビューポイントかな。氷島。あ、そうそうそう、氷島に行きたいと思います。次は氷島に向かいます。そうだね、多分ね、橋を渡ってから。そう、なんかそんな感じでしょ。そうで、ちなみに今もう晴れたから、このね、あー、サンルーフオープンする。ゲレンデちゃんはね、オープンするんだよ。最高じゃん、これね。気持ちいい。いいね、本当に気持ちいい。変わる。わあ、でも暑いな、それと。そうだね、閉めましょう。閉めましょう。
郡島が近くなってきて、そうだね、そろそろ橋を渡るかな。だって両サイド海ここ、おお。わお、あれすごくない、この景色。やっぱ超綺麗じゃん。人生初40キロだが書いてあるところで40キロも走ってないみたいな。観光客多いから、そう、見たい、みんなゆっくり走ってさあ、ここにオーシャンタワー、展望台ね、そうがあって、そこから多分今渡った橋がめっちゃ綺麗に見えると思う。あそこに見える。何か何も知らずに今850円のチケットを購入して、あ、ここに来たらなんかカートがあった。すごここ、ゆっくりゆっくり登ってる。周りの雰囲気がいいし、橋のビューが最高。到着しました。タワー&シェルミュージアムですね。小さなシェルミュージアムが。そうだね、貝殻超綺麗だよ。いや、いろいろなんか種類がすごい。ようこそ、郡島へ。ここの島で作ってるかぼちゃのスイーツです。なんか沖縄全然かぼちゃのイメージじゃないけどね。いただきます。今のシーズンにぴったりな感じがする。かぼちゃはなんか甘い、秋でしょ、甘い、クリーミー、うまい。今から次のアクティビティが待ってます、はい、ホテルに帰ります。ではこの動画が面白かったならいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。バイバ